国鉄滝3650軽貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍したタンク車である。滝3650型は1966年4月6日に日本車両製造にて一両が製作された。臨産専用車としては、初めての35トン積私有化車である。 記号番号表記は、特殊表記符号、公前知し小滝と表記する。本形式の他にン産を、専用種別とする形式は、多4200系、タム8200系、タキ1200系、タキ1250系、タキ11200系、タキ11300系、タキ17400系の7形式がある。所有者は、臨化学工業であり、 常備駅は、絹浦臨海鉄道ハンダ線のハンダ不等駅である。ドーム付きな大信ぶつつ型のタンク帯は、普通構成で、200方式は、タンク上部にある、積み込み口からの上入れ、駅で管と空気管使用による上出し方式である。1979年10月より化成品、分類番号を、新80が表記された。図色は黒色であり、 全長は1 3 0 0トル、全幅は2 4 5 0ト、mm、ル、全高は3 7 4 4ト、mm、ル、台車中心間距離は6 2 0 0、mm、トル、事業席は22.4立方メートル、地上は15.8トン、換算量数は、赤車5.0、空車1.6、最高運転速度は、時速7 5トル、台車は、 ベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には JR 貨物に車席が継承され、1996年8月に廃車となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。